名前の由来を教えてもらってもいいですか？そうですね。僕のモアイっていう名前がついたのは、中学生の時に国語の授業で、なんかイースター島のモアイ像をどうやって運ぶのみたいな授業があって、で、なんかその板書を、まあ、その日の日直は消さなくて、で、なんか英語の先生がそれを見て、まあ、こんなに顔大きい人いませんよねって言った時に、なんかクラスのみんなが僕のをバッと振り向いて、あいつって指差したんですよね。まあ、言っちゃえばいじめみたいなところから始まったんですけど、あ、これ面白いじゃんと思って、なんか顔でかいからモアイ、みんな覚えてもらえるなって思って、これ話そうって思って、それでモアイって名前で活動してます。